から早く！慌てないで！急いでください。先に行く。後からついてこい。さあ、大神さんも私の後についてきてください。うだうだしてるやつはセヌ川に叩き込むぞ。ほら、さっさとやりやがれ。威勢がいいね、ジャー班長。いつ見ても惚れ惚れするよ。オーナー、出撃準備中は立ち入り禁止って言ってるでしょ。釣れないね。今日は花組の隊長さんをお連れしたんだよ。無視大神、領主甲冑の面倒を見てくれるジャン整備班長だよ。ああ、あんたの後部 F のコクピット調整のためにな。おかげで完璧だぜ。早速で悪いけどさ、あんたの自慢の後部 F、とくと見せてやっておくれよ。ちょうど整備が終わったとこだ。俺の最高傑作を見せてやるよ。こっちだ、ついてきな。
こいつが隊長さんの乗る漁師甲冑後部 F だ。日本であんたの使っていた後部回のデータを元にしてフランスで組み上げた機体だ。これがパリ歌劇団花組自慢の機体。気に入ったかい？それとな、こっちに来な。俺の可愛いもう一人の子供も見せてやるよ。ああ、エクレールって名前。こいつで隊長さんたちをパリのどこにだって届けてやる。オーナー、敵艦陣に動きがありました。作戦司令室にお戻りください。さあ、お仕事の時間だ。ムッシュ、準備はいいね。行くよ。敵は警官隊を制圧。シャンゼリゼ通りを凱旋門方面に進撃中です。さあムッシュ、この状況どう判断する？いい答えだね、ムッシュ大神。あとは任せたよ。はい、いつでも大丈夫です。バシッと行きましょう。このグリシーン、覚悟は常にできている。心配など無用だ。大神さん、出撃命令をお願いします。了解。
切り裂いてやるピョン。そこまでです。何？ ウサギさん、あなたは本当は悪いウサギさんじゃないはずです。ウサギに名前などいらぬ。貴様の悪事もそこまでだ。まだ言うピョンか。ポーンどもやれピョン。奴らを潰せピョン。 了解。
荒波の力を我が手にクロスバーン。少しはできるようだな。
なる荒波の力を我が手にクロスバーイ。この程度の式で隊長気取りか。Yeah.